日本一ソフトウェア。私戻れたわ。ん？訳がわからないって顔してるね。記憶が混濁しているのかな。仕方ない。無知な君のために私が優しく教えてあげる。この少女地獄とは何か、毒娘とは何かをね。毒娘っていうのはね、君みたいな聖者の体に地獄にいっぱいいる亡者が混ざった子のことなの。つまり私たちは二人で一つの体、二心一体の状態ってわけ。少女地獄、それは愛、欲望、情念、いろんな妄念に取りつかれた少女が落ちる場所だよ。少女地獄を浄化してステッカーを集めると天国に行けて願いまで叶えてもらえるんだって。私たちはお互いの目的を叶えるために二心一体を生かして少女地獄を浄化することになったんだ。ストップ、気をつけて。今君の前に広がるのは少女たちの心が生み出した毒沼。生きてる人間の君が踏み込んだらただじゃ済まないよ。それと亡者にも注意だよ。さっきもちょっと触れたけど、魂と心の慣れの果てが亡者。生身の体を求めて襲いかかってくるの。私も元は亡者ってわけ。ちょっとそれ私の体だって。地獄を探索して魂や思念体の声を聞いて浄化の方法を見つけるの。ほら、声に耳を傾けてみよう。地獄に落ちた子だから泣ける話とか、燃えるような恋愛の話もあったりして。ここは私の出番。毒沼を浄化して体力を回復したり攻撃の力に変えちゃうんだ。大きく囲って浄化して亡者を巻き込んじゃえ。これぞ二心一体の真骨頂だね。私が浄化した毒を君が弾丸に変えてガンガン打ち込む。今もどこかでいろんな子がいろんな地獄を生み出してる。地獄の中身も見た目も人それぞれ。少女たちがどんな地獄を見せてくれるか楽しみだね。な、なにこれ、セクシー禁止。地獄に落ちた子たちの大切なもの、心のかけら、触れるといろんな思いが伝わってくるね。どう？全部思い出せた？少女地獄の浄化は大変だけど安心して。君のことはちゃんと私が守ってあげる。だって私たちは二心一体。君の体は私の体でもあるんだからね。少女地獄の毒娘、2020年6月25日発売予定。よろしくね。